週刊少年ジャンプで連載中で、掲載順で上位を連発するほど人気の坂本デイズ。2024年4月15日発売の20号にて、坂本デイズ第162は、懐かしのメンツが更新されました。というわけで今回は坂本デイズ最新162話について振り返っていきます。本動画では坂本デイズ最新162話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。本チャンネルでは坂本デイズに関する動画を発信していますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。またキャラクターを一覧にしてまとめたページなどを作成しましたので、忘れた時など適宜ご使用ください。概要欄にリンク貼ってあります。それではどうぞ。実在する名だたる殺し屋たちの全貌をまとめた大型企画展、世紀の殺し屋展が開幕し、その展覧会に訪れた、原作連会長で月経の兄である朝木星を、スラー一派はぶち殺そうとしています。そんなスラー一派の悪事を、坂本商店は止めるために奔走し、オーダーを含めた殺連軍は、スラー一派を殺そうとしているという展開になっています。これまでの流れを簡単に振り返ると、1、JCC 編入試験後に鹿島が捕まると真冬の体内に爆弾を仕掛ける。2、火事、坂本、新、天音の4人で世紀の殺し屋店へ向かう。3、ウータンからの電話で坂本は別行動。4、トラマルと真冬の発見。5、新マッサズ真冬。6、朝木到着。7、真冬マッサズおさらぎ。8、殺されそうだった真冬をブラコンナツキが助けて真冬の爆弾解除。9、真冬から取り出した爆弾がスラーの手ほどきにより静止せず、新がなんとか外に放り出すが爆発により艦内はパニックになる。10、鮫島登場&新、夏木、真冬、火事の捕獲。11、指名手配されたトラマルを坂本がパパ活して助ける。12、スラー一派ご来館。13、南雲バッサズ学。14、うずきバッサズ南雲。15、新バッサズ春馬。16、シシバ&天音バッサズ熊の実&キャロライナリーパ。17、おさらぎ降臨、といったようになっています。そして優勢だったシシバ馬ネタックですが、ごとごと話している隙を突かれ、シシバが負傷してしまったところ、シシバを心配したガチギレモードのおさらぎが、助太刀に来てくれました。一方、南雲とうずきと朝木たちの方は、うずきの中にある赤オリオンの人格が登場したところで前回は終了となりました。162話は世紀の殺し屋店に入館する前にかかってきた、ウータンからの電話の内容が明かされるところから始まります。天才的な頭脳を持ったウータンの見立てでは、うずきは多重人格の一種である、というものでした。原作第104話にてこちらも天才的な頭脳を持ったベータバンク平等が、うずきの二重人格説を唱えるという鋭い考察をしていましたが、ウータンの唱えるものもほとんど同じで、うずきは高負荷のストレスを引き受けるために別の人格を形成した、というものでした。他作品での具体例を出すと、稲妻イレブンの吹雪四郎の中に、吹雪安也の人格が形成されたものに近いと思います。この多重人格、医学的に言うと乖離性同一性障害は、現実にもそこそこ事例があるようで、中でも憑依型と非憑依型の2種類があり、憑依型は全くの別人が乗り移ったかのように見える症状で、非憑依型は自分自身が切り離されたような感覚になる症状で、このリオンが登場しているところを見るに、うずきは憑依型の乖離性同一性障害だとわかります。何はともあれ、リオン人格とご対面の南雲は、久方ぶりの会話をします。過去編でリオンが行方不明になってから9年は経っているため、少なくとも9年ぶりの会話となります。ただ南雲は全く信じていないため、うずきのユーモアだと勘違いします。君がそんなにユーモアあると思わなかったよ、と言っているのは、過去編、つまり JCC 時代のうずきの性格が、地味で不愛想なやつだったからです。とここでリオンが自分を証明する意味も含めて、南雲の新情報をカミングアウトしました。隠密の名家の跡取り息子、と言っていることから、南雲の家系についての情報が明かされました。過去編で南雲の家系は代々スパイ一家であることは明かされていましたが、南雲の家系は名家で結構規模がでかそうということと、さらに南雲が跡取り息子だという、そこそこに驚きの情報が明かされました。ちなみに原作第145話にて、セバのパパが、セバ家から何としてもオーダーを排出する、と語られていることからも、殺し屋界と家柄に深い関係がありそうだと言えます。個人的には家柄と言うんで、しがらみにもがき苦しみながらも、這い上がっていく姿を美しいと感じるため、そんな感じのストーリーも期待しています。過去編で南雲は隠密の名家の跡取り息子だったためか、JCC の暗殺家ではなく情報活動家に所属していましたが、なぜ暗殺家に転化したのでしょうか。一応本人は暗殺家の方々の思想だったからと語っていますが、もしかすると親のレール通りに進みたくないという気持ちがあったのかもしれません。知らんけど、
さらにリオンはデブ元を探し、嫁の容姿について聞くなど、ノンデリクエスチョンをかましたところを見て、南雲はようやく今目の前にいるのが香織オンであることを認めました。南雲はガクとの戦いを制し、宇月とのバトルに移ってからは、一度も瞳にハイライトが入っていませんでしたが、目の前にいるのがリオンだと分かってから、南雲の瞳にハイライトが入っているのが個人的には印象的でした。リオンと再会して嬉しい気持ちを隠しきれていないと分かります。とここで朝木が、殺せ、と、感動の再会に割り込んできました。そして朝木の口から、あの時確かに貴様は死んだはずという発言が飛び出し、朝木がリオンの死に関与していたことが明らかになりました。これはどういうことなのか少し解説します。まず月の兄である朝木は月をバシっていました。具体的にはもう総一会長の妻子を暗殺させようとしていました。しかも朝木は月にとって大切なアルカ丸のメンバーを人質に取るなど、かなり悪どいことをしていました。そしてある時宇月がスパイだということがバレ、宇月は逃亡しますが、リオンが追いかけていき、結果として二人は行方不明になってしまいました。おそらくこの時にリオンと朝木は接触したのだと考えられます。そして原作第120話で月は坂本に対し、赤尾リオンは僕が殺したと言っていますが、朝木が殺した、もしくは朝木に命令されて殺したのだと思われます。宇月は過去編でリオンとコミュニケーションを取ったことで、リオンに心惹かれていた部分があるため、リオンへの殺意があったとは考えられません。先ほどウータンの話にもあった通り、宇月の多重人格は、朝木のパワハラがストレスになったため引き起こされたと予想します。つまり何が言いたいのかというと、朝木は弟にパワハラしたり、四つ村さんにはもう総一会長暗殺の濡れ衣を着せたりするなど、ただの悪党ではなく、度級の悪党、度悪党だということです。しかしここでようやく坂本が登場し、その際に坂本の重量級飛び膝蹴りを食らってしまい、朝木はピクついちゃっていました。原作第153話では朝木は、武藤エリオ式爆弾を間近で食らっても傷一つないという、強者の風格を放っていましたが、今回は弱者の風格を放っていました。朝木という人物がどういった人物なのかさらにわからなくなりましたが、それが面白くて良いのです。そんなこんなで、JCC の問題児3人組の、赤尾、南雲、坂本の3人が再会を果たしました。とここで南雲が気になる質問をしてくれました。それは、そもそも本物の赤尾なのか、ということです。リオンの答えは、宇月の記憶が作り出した赤尾、ということでした。つまりあくまでも宇月の記憶で生成された意識であり、坂本太郎がおっしゃっていた通り、いくらリオンに見えたとしても、本物のリオンは帰ってこないということです。このリオンを本物として捉えていいのか、それとも肉体とは切り離された他人の意識であるため、リオンとは別人として捉えた方が良いのか、どこか人の断頭の概念と近いものを感じます。そして当初から謎であった、坂本に10億もの懸賞金がかけられた理由が、今回で明らかになりました。その理由は、宇月を殺させるため、で、原作第121話での話にあったように、宇月の中にいるリオンの人格が殺練のデータベースにアクセスし、懸賞金をかけたようでした。なぜ10億なのかというと、過去編の原作第118話の雑談で影響しているからだと言えます。そしてまたさらに、作中での謎が一つ解明されました。それは、宇月の心臓の位置が逆だった、ということです。坂本が120話で宇月の心臓を撃ち抜いても生きていた理由や、南雲が宇月の背後からぐさりと言ったにもかかわらず死ななかった理由は、宇月が狂心だったからでした。こんな感じで様々な謎が解明され、なんやかんやはしゃいだところで、お待ちかねの高村さんが登場しました。この手でドアノブを使わずに、日本刀でドアノブを開けるという、活かした演出での登場は、原作第53話で見せているため、高村さんが登場したのだとわかります。今は亡き武藤エリオが、正規の殺し屋店の警護には、4人のオーダーがつくと言っており、南雲獅子はおさらぎに加え、残る1人は高村さんだったと判明しました。少しだけ展開予想をします。高村さんは普段何を考えているのかわかりませんが、殺連関東支部襲撃事件で額を倒そうと行動はしていたため、一応ちゃんと仕事はします。なので今回はオーダーはスラー一派の悪事を止めるため、宇月をターゲットにしていると思いますが、リオン人格を守るために、南雲と坂本が宇月をかばうような戦闘になるのかもしれません。そうなった時に、高村さんは殺しのブレーキが効かないジジイなので、3人もろとも攻撃されてしまう可能性も十分あります。ジジイ頑張れ。今回は以上になります。いかがだったでしょうか？この動画に関する自由な感想、ご指摘等、コメント欄でお待ちしています。またこの動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。